さん、お願いします。うわ結構早い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 。おーいおーい感謝しまーす。すげえ動いた。普通の移動がないキャラ。どうもトラビッシュマンでーす。そろっと。では早速ですが、今回はですね、こちらのバス、スカイダックとのコラボです。すごい。すごい。こちらのバス、水陸両用となっていまして、陸も走り、海も渡れるすごいバスなんですね。その証拠に、車両の後ろにプロペラがついてると思うんですよね。そうそう、それがあの海で走る力となって、どっちも走れる。夢詰まりすぎだね。俺らのようにいろいろできるバスとか、自分で言うなってね。強いなよ。ちなみにですね、こちらの水陸両用のスカイダックでございますけれども、お台場や東京スカイツリーの周辺、そしてみなとみらいなどで運行しております、そしてね、今回我々はですね、お台場、有明、豊洲の魅力が堪能できるスカイダック台場、豊洲東京ビューコースを体験させていただきます。ありがとうございます。ご褒美企画みたいな感じ。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあスカイダックに乗り込んじゃってもいいですか。賛成賛成。乗り込み乗れるわ。すごい、マジでやばい。すげーよ。早速みんな乗り込みましたね。はい、はい、準備は OK ですか。はい、ではカイロさんお願いします。はい、ではお待たせいたしました。いよいよスカイダックの出発です。ではキャプテンお願いします。キャプテン、サンキュー。すげー動いた。普通の移動なのよ。最高だわ。気持ちいいね。最近よくてよかったね。ではですね、改めまして本日はご案内させていただきます、アテンダントの原島と申します。キャプテンともどもよろしくお願いいたします。キャプテン、キャプテン。ありがとうございます。ではですね、ここお台場を出発いたしまして、いよいよお店に入る豊洲の方面に向かっていきたいなと思います。はい、ありがとうございます。では一つ富士見橋という橋を渡っていきたいと思います。正面橋を渡ってまいりますと、左側に東京港が奥の方に景色見えてまいりますので、レインボーブリッジも綺麗にご覧いただけるかなと思います。楽しみ。では左側の景色が広がります。マジか、すごい。封鎖しますか。レインボーブリッジは現在通行中でございます。封鎖はされてないようですね。やばいね、景色最高。ではいよいよこの先、グレーの建物が見えてまいりました。豊洲市場が見えてきたようです。豊洲市場、右側の建物が水産卸売場棟と申しまして、主に早朝マグロの競りなどを行っている会場です。なんとなくふわっと魚の香りとかが漂ってきますでしょうね。魚の香りだ。マグロの香りが漂ってきますね。はい、豊洲市場がもともとどちらにあったかは皆様ご存知でしょうか。築地。はい、大正解です。ありがとうございます。建物が古くなったり、会場が狭くなりましたので、広い豊洲に引っ越してまいりました。ではいよいよお店に入るところに向かっていこうかなと思うんですが、はい、今回はですね、このスカイダックの魅力を伝えていただこうかなと思いますので、はい、魅力が伝わる自撮り写真を皆様に撮影していただこうかなと思います。そしてなんとスカイダックの魅力が伝わる写真を撮っていただいた一人の方に、はい、スカイダックのペア招待券をお渡ししようかなと思いますので、すごい、はい、頑張って写真撮っていただこうかなと思います。2つのグループに分けたいと思います。車内で撮影をしていただく方が4人、スカイダックの外から写真を撮る方が3人。残念ながら3人はスカイダックがお水に入る瞬間は
ちょっと見ることができないよ。ちょっと待ってて、ごめんなさい、喧嘩します。あの8時集合でそれはきついです。せっかく早朝からお集まりいただいたんですが。嘘でしょ。嘘でしょ。そうなんだ。これからクイズをお出しいただきます。待ってくれよ。クイズの正解から一番離れていた3人の方がスカイダックから降りていただくということになりますので。降りることになるよ。このグループでよかった。マジでおいおいお前、お前ら誰がバカよ。頭いぶんなよ。ではクイズを出したいと思います。マジで、はい、先ほど豊洲市場をご紹介いたしました。豊洲市場の床面積は東京ドーム何個分でしょうか。知らねえよ。東京ドームって結構でかいぜ。結構でかいな。ヒントが一つだけございまして、築地の市場の大体 1.7 倍の広さがあるのが豊洲市場です。全然わからん。おいおいおい、わかんないよ。いきましょう。せーの、ドン。1.5 個分、4個分、10個分、3個分、5.1 個分、5個分、7.5 個分。俺はあの築地の 1.7 倍って言ってたじゃん。築地が大体3個分ぐらいかなと思ってた。あー、なるほどね。ノベルがね。ということで、ノエル以外はみんなもうほぼ勘っていう。いや、もう勘だね、これも。わかんないもん。わかんねえよ。答えの方お願いします。お願いします。正解は頼む。7.5 個分が正解です。すげえすげえすげえ。マジ？これはえ、勘で当てたの？バチカン。バチカン。バチカンで当たってやったということで、答えから遠かったチャカ、マスクラ、シメは乗れません。トラビスパンでよかったわ。では大変お待たせいたしました。スプラッシュポイント見えてきたので、これよりお店に入りたいと思います。お願いします。お願いします。陸上組の方はですね、降りてください。わかりました。多分この着水ポイントから降りてく人はいないんだろうね。いないよ。いないよ。いいよ。それでは早速、はい、参りましょう。レッツビチョビチョ。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 マジでやだ。キャプテンお願いします。キャプテン、よっしゃー。うー、キャプテン来たー。うわー、もう結構早い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 。さあ、ということで素敵な衣装に身を包みました。大丈夫ですか。最初俺ご褒美企画だとか言ったけど、はい、悪いとこ出てます、はい、いやでもまさかこんな格好になると思ってなかったし、ね、俺周り見れないもん、恥ずかしくて今。めっちゃ見られてるから。じゃあ頑張りましょう。あの1位撮るために写真撮り行きましょう、はい、レッツゴー。めっちゃ見られる、めっちゃ見られる、めっちゃ見られる。めっちゃ見られる、やばいやばい。多分ストレッチする人みたい。ストレッチマン。マジで恥ずかしいな、この格好。まあ、これで渋谷じゃないだけ良かったな。これで渋谷だったら俺多分恥ずかしくて一歩も歩けない。まあでもこんな格好でも俺は1位になりたいと思います。まあ自分も映んないといけないから、自分、海、スカイダック。このトライアングルが綺麗な三角形を描ければいい写真になると思うんです。優雅に乗ってんだろうなあいつら。てかマジ天気いいのがいい。やばいね。自然もねあるからいいよね。周りに気があったり。気持ちいいもん。気持ちいいんだけどマジで。あ、ここいいよ。でもいや、えんちゃ
いや、いいなやっぱり。気持ちいいだろうな。え、なんか黄色いやついない？表面の橋が黄色い人いるよ。なんかいる。え、何あれ？全身タイツみたいな。え、わかんわかんわかん、何あれ？え、何で？あれ、真っ暗だって言ったよ。寒い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 。おーい、おーい、誰で？マツキだ、マツキだ。おーい、絶対マツキだよ。おーい、バイバイ。おい、写真撮んな。次のスポット。あー、なんていうかなんだ、あっちは。マツキだとツーショットいるね。めっちゃ写真撮ってきた。腹立つ。あー、そうなってんだ。キャプテン、どれで操縦してるんですか？これです。そのゲーセンの UFO キャッチャーみたいなやつで。そうです、そうです。すごっ。これで、はい、前に出せば前に進むし、はい、で右に曲がりだけはちょっと右に行くと、そう、右に曲がる。めっちゃ楽しそう。俺も撮りたくなっちゃった。あれ、なんかピンク色の人いるよ。嘘でしょ、嘘でしょ。絶対あれシメでしょ。誰、誰、誰、シメだよ、シメ。シメか、シメ。ヤッホー。気持ち悪いな、いつ。なんか言ってない？サングラスかけてるし。写真撮り忘れた。やばい、どうしよう。心配になるから。あいつ何やってんだよ。勇気がすごいよ。でもさ、そんなことしてる間に前にまたいるのよ。嘘。前に赤いのいるね。赤いの。新しいやつ。降りてきた、降りてきた。あ、待って、シメと合流してる。走ってる、走ってる。頑張れ。こっち向いてよ。おい。やばいやばい、いるいるいる。もういますよ。やばい、早い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 。え、すごいすごい。てかこっちの人たちよりあっちの方がすごいよ。見て、やばい、レインボーブリッジとか。本当だ、レインボーブリッジだもん。え、マジですごい。では正面にも大きくドーンとレインボーブリッジが。あ、見えてきました、東京スカイツリー。どれどれ、でっけー。このツリーからもよく見えるので、すごい。今日はちょっと霞気味かもしれないですが、ね、すごいわ、マジで。すげえ。うわー、超綺麗だね。てか東京湾なんてこんな出ることないから、すごいわ。ではこの先もう少し前に進みましたら、今回特別にレインボーブリッジにギリギリまで近づいていきたいと思います。すげえよ、レインボーブリッジ下から見てるよ俺ら。怖っ。すげえ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 。初めて経験したわ。やばいね。どう写真撮ればいいんだ。本当かはどれ、わからん。それで、なんかいる、ね、なんか3人崖でゴロゴロしてる。あ、本当だ。えいるね。わかりやすい。何してんだよ。もう写真撮り終わったのかね。いや、撮り終わったでしょ、もう。いやでもね、もうこっちの景色良すぎて、もう絶対叶わない自信あるよ。走ってー。入ったら意外と忙しい。走って走って。さあ、ということで写真もね、みんな撮ったんですが、はい、はい、綺麗でした、うん、東京湾気持ち良さそうだった。めちゃめちゃ気持ち良かったね。いつもよりでかく見えるしね、レインボーブリッジ。あ、そうそう、下から見るの。そうなんだ。そう、下かったな。下から見たら逆にストってた。こういうこと？こういうこと？違う、こう沿ってた。下から見たら。そうなんですよ。それはそうなんですよ。もともとそうじゃん。大丈夫ケンタ。逆じゃねえんだよ。嘘ですか？あんま来なかった。今も来てないね。今も来てないね。これで。じゃあ陸組から行きますか。うん、じゃあ俺から。はい。
1万年に一度の奇跡の写真が撮れました。おお、なんかたまたまタイミングがめっちゃ良かった。あら、おお、じゃじゃん。どうした？あれ、待ってね。え、どうぞ。3分に一度ぐらいの写真じゃないですか？あれ、そうだね。カップ麺できるぐらいの、ね、いや、何がこれだよね。やっぱりポイントは。そう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 。なるほどね。ああ、じゃあちょっと100歩譲って5分に1万円の写真。5分か。まあ、これ僕はですね、はい、まあ、景色がすごく美しかったですよ、うん、外から見るのと、ね、で、まあ、こう全身タイツをちょっと活かしたいなと思って、はいはい、笑ってくれてる、笑ってくれてる、面白いなと思って、マッチ笑われてる、嬉しいですね、うん、まあ、ちょっと天真爛漫に撮ってみました。おお、こちらです。おお、はいはいはい、なんかいいね。この写真ではさ、わかんないけどさ、はい、ハイチーズでどんな感じで撮ったか、もしこうスカイダックが来て、あ、やばいと、はい、チーズ。柔らかいんだよな、体が。そのポーズはさ、なんか何をさ、こう表現っていうかさ、したかったないです。何もなかったら、意味なかったら、さすがすぎる。僕はこれです。手のひらに乗せようみたいな。はい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 。水上チームにできないのは俯瞰で撮ることだから。まあそうだね、確かに確かに、まあ、それを入れれたらなと思って。なるほどね、それをどう評価するかはもう唐島さん次第なんで、うん、よろしくお願いします。確かに、確かに、ね、水上が楽しみだね。どういう写真撮れるか。そうだね、結構水上ならではの写真がいっぱい撮れたんだよ。そうだね、めっちゃ楽しみ。その中でも俺はもう開始5秒ぐらいで撮れました。スカイダックといったらこれでしょっていう写真が撮れたんで、お、楽しみだ。期待大だね。じゃあもう早速見せますね。おお、いいね。すごくない？これ入水シーンを、これめちゃくちゃいい。これすごくない？めちゃくちゃいい写真、ね、だろ。水しぶきもね、ちょうど海っぽくて、ね、楽しそう、ね、じゃあ俺1位でいい？なんでか暫定、まあ、暫定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 、嘘だよ、嘘、嘘、ありがとう、怒ってる、怒ってる、怒ってる。スカイダック。そして、ウミンチュの写真はどんなものでしょうか？結構撮ってたもんね。これです。撮ってたね、カイト。あー、いい写真。レインボーブリッジとここに東京タワーも行っちゃったりなんかして。おー、ちゃんと下を通ったならではの写真。そうね、やっぱ綺麗でした、うん、東京湾も。じゃあ私の撮った写真はこちらです。うわー、めっちゃ決めてる、めっちゃ決めてる、はい、今回、まあ、俺の中のコンセプトは、はい、彼氏とデート。あ、なるほどね。1位の人がいただけるチケットもペアチケットっていうことなので、はいはいはい、これちょっと彼氏感みたいなのを出すためにちょっとあえて決め顔をするっていう恥ずかしいパターン。でも俺らもね、彼氏とデートみたいな感じでね、はい、なんでお前タイツ着るんだよ。結構出てた、はい、そして最後、ヤンダさん。僕はもうただ乗ってこの喜びをちょっと撮りました。お、どうですか、顔で。楽しそう、いいね。どうこの眉毛の角度、マジでレインボーブリッジだ。では発表します。はい、一生懸命撮りました。一生懸命撮りました。体でブリッジ表現します。はい、お願いします。レインボーブリッジ。はい。おお、あれ、拍手だ。, 笑いじゃなくて拍手来ちゃう。笑ってほしかったね、今。はい、では1位は松倉さんで。え、お願いします。すげえ、おめでとう。嘘でしょ。体を張った躍動感ある写真とスカイダックも可愛く写ってたので、はい、選ばせていただきました。やったやった、やった、やった、やった。ありがとうございます。今度は水上からお楽しみください。ありがとう。あ、そうじゃん、いい撮れるじゃん。お待ちしております。すげえ、マジか、すごい、喜び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 、喜景色を見に行こう。以上、タイトマイスター。スカイダック予想以上にめちゃくちゃ走った。でも、あのスカイダックの上からいろんな景色見えるじゃん。その中にこの3人がいるのめっちゃ面白くて、面白かった。違う、てかね、それも楽しかったよね。めちゃめちゃわかる。
あ、そうなの。目立つよね。目立つよな。マジ目立つ。明日も笑顔で連鎖。なんなのそれ。